こんにちは、久保さん。久保さんは経営者人生が二十数年と長いと思いますけども、私も会社に勤めていてもう二十数年です。感覚としては経営者みたいな感覚ではいるんですけども、え一言で言って経営者ってどんな意識を持っていればいいんでしょうかっていうね、質問をいただきました。私これに対してね、三つ答えようと思います。本来二つでいいんですけども、三つに今回させていただきます。一つ目はね、経営者の意識っていうのは常に利益を出すことなんですよ。 で、利益が出てないのは自分の働きが悪かった、工夫ができてなかったっていうふうに思えるかどうかなんですよ。まさに経営者の責任でしょこれ。経営者が利益出てないのが、あのバイトのせいだよとか言わないでしょ客が悪いよとか時代が悪いよって言わないでしょ経営者がそれを認めたらね、社員は誰もついてこないんですよ。経営者は、あー、利益が出なかったなと。もうちょっと工夫ができたんじゃないかなと。もう一晩頑張れなかったかなっていうふうに、経営者が自分の責任として反省するから、周りの社員とかも、 あ、そういうふうに考えなくちゃいけないんだなってだんだん分かってくれるんですよ。社長、世の中が悪いんですよ。コロナが悪いんですよ。戦争が悪いんですよ。っていう慰めの言葉はあるかもしれませんけども、そうだよねって経営者が言ってしまったら、商売になんないんですよ。お客さんからしたらどんな状況であろうとも、その会社はお客様に最高のサービスを提供しながら、利益を出し続けて、生き残ってほしいはずなんですよね。うん、だから経営者は、利益を出すことができて、まあ、当たり前の意識でございます。2つ目 人を育ててますかってことです。ね、人ってのはね育てにくいんですよだから経営者になれる人は限られてますでもそんな中でも人を育てることができる人だけが経営者としての立ち位置に立つことができるんですよということでね自分が経営者の意識でいるのは自由ですけどもじゃああなたは誰を育てたんですかって質問にたくさん答えられないといけないんですよね人を育てることはどういうことかっていうとその人の収入が上がってますかどうかっていうのが最もわかりやすいです あなたの育てた人は収入がどのくらい上がりましたかっていうことに答えられたときに、この人は収入がこんなに上がりましたよ。この人はこんな収入がね、上がりましたよっていうふうに答えられるんだったら、あなたは人を育てましたねってことになりまして、経営者の意識があるよねってことになります。これが2点目ですね。で、今日おまけでつけたい3点目なんですけども、経営者たるものね、人が羨ましがらる収入を持ってないとダメです。ね、経営者の意識があるんだけどっていうふうな前提で今回メッセージくらいましたけども、くださいましたけども、じゃあなたの収入いくらですか え、そんな収入いや、羨ましいと思わないし、そんな経営者になりたいと思わないし、そんな経営者に教わりたいと思いませんっていう,うに答えられて終わりですよ。やっぱ経営者ならねあ、週末はゴルフ行ってますと。収入は毎月100万切る時があるかなぐらいに答えられたら、いや、経営者ってすごいな。腕利きなんですねって言われて、ついてきてくれる人がいるし、他の経営者もついてきてくれますよ。でも、経営者の意識なんですけどねって言ってる人にね、話聞いてみたら、いやあんた全然大したことないじゃんっていうのは、 なんかすごくダブルで寒いんですよだからそこはね意識を持つのは大事だし意識を目指すのはすごくいいことなんですよでも今回あのご質問が来たんでねはっきり答えましたけども3点にまとめました経営者は利益を出して当たり前ね。2つ目人を育てて当たり前3つ目羨ましがられるような収入を持っていて当たり前ですこの3つ育たった時に自分の経営者としての意識が現実化したなと思ってくださいそして世の中の ついていくべき経営者はこの3点を持っていることだというふうに思ったらまあ外れを引くことはないんじゃないかなと思います。